選手というのはワンツーった時のフォローの左フックというのは重心をどちらかというと吉野博之の左フックは左利きの人間がオーソドックスに構えることにより打ち方、タイミングに微妙な変化が起こり吉野の打ち方の強さと相まってある意味では偶然に出来上がったと言えるだろう。フックは全てカウンターである。それが高い KO 率を生む。それでは左フックを角度を変えて見てみよう。吉野博之に国内での敵はいない。世界の吉野となるべくその左フックが世界を制する時が来た。吉野がそのやる気十分なんでね、可能性あると思うんですよね。吉野さんは、うん、いやもう、ね、試合が決まれば思いますよね。今までねちょっと不本意な試合ばっかりで、まあ、それを俺全て清算するぐらいのね、試合をできると思うんですよね。まあ、燃える試合が今までここ数戦がねなかったんで、その
相手が強ければね、力出す選手ですからね。だから結果はいい結果が出ると思うんですけど。吉野博之、頂上は見えた。その左で世界をつかめ。